こんにちは。こんにちは。永田照治のパワーアップ神奈川です。はい、県議会議員の永田照治です。茅ヶ崎テレビの岩田かりです。この番組は茅ヶ崎の不動産屋さんティーズエステートよりお送りしております。はい。ということで今日は、はい、あの表でバンバン、はい、平塚の花火大会みたいです。はい、ああね、8月23日ですね。はい。はい、で今日は表で花火がバンバンっていうのと、はい、あとあかりちゃんの息子さん、失礼しました息子さんの騒がしいかもしれませんが来てますが、時々、はい、笑い声、泣き声入るかもしれませんが先に、はい、はい、すいません、伝えておきますっていうことなんですけども、はい、まあ8月で少しずつね秋の気配も感じつつ、ちょっと涼しくなってきましたね、ですよね、ということは、まあ、ちょうど1年後はね、まさに東京オリンピック、パラリンピックやっているということで1年前になるわけですよね、はいはい、で先日も赤レンガ、横浜の赤レンガで、はい、神奈川県主催でパラリンピックの、1年前イベントっていうのもあったりして、はい、私も行ってきたんですけども、まあ、そんな関係行事がね、はい、これからどん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 増えてきて、うん、まあ、オリンピック、パラリンピックをこう雰囲気的にね盛り上げていこうっていう、まあ、そういう感じになってくるんだろうと思うんですが、はい、まあ、そんな中でじゃあ茅ヶ崎市としてはオリンピック、パラリンピックにどういうふうにかかるのかなっていうところですよね、はい、例えば藤沢なんかねセーリングがあるから直接にかかっていくんだけども、はい、まあ、そういう競技は茅ヶ崎ないので、はい、っていう中でホストタウン、はい、ホストタウンっていうのに北マケドニア共和国が選ばれたと。茅ヶ崎市のホストタウンが北マケドニアに決まったことですか？なったっていう、まあこれもう4月5月の頃に決まってたらしいんですけども、はい、うん、まだまだね認知度がこう高まってきているとまでは言えない、うん、もちろん知ってる人は知ってるけども、そうなんだっていう人も多いのかなと思って、ね、そうですね、私もあ、はい、そうなんだっていう感じです。ですよねっていう、各有私も北マケドニア共和国とホストタウンになったよっていうのは承知はしてるんだけども、はい、まあ、実際にね、はい、詳しいことって私自身も知らなかったりするんで、うんうん、まあ、これからいろいろね、いろんな機会に知っていきたいなと思いますよね、はい、でところでホストタウンっていうことなんだけど、はい、パッて思いつくのはじゃあ例えば事前キャンプとかやるのかなとか思うんだけど、うんうんうん、まあ、それもありなんだけども、そういったことを含めて例えば相手の国の方々と文化交流をするとか、うん、あとは、まあ、いろいろな選手、日本の選手が、向こうへ行ったり、北マケドニア選手の国の選手がこっち来たりとか、うん、これ、まあ、まさに真っ最中の時はなかなか難しいんだろうけど、うん、事前とか事後、だからこのオリンピック、パラリンピックが終わっても、うん、こう北マケドニア共和国との関係をね、うん、こう発展させていくことができるといい機会なのかなって。皆さん、だいたい北マケドニアってどこにあるかご存知なんですかね、うん、これもね、なかなか、まあ、私は、まあ、知らなかったですね、どちらが、まあ、事前に調べるぐらい、はい、なかなかね、北マケドニア共和国ってどこだろうって思うんですけど、はい、まあ、ギリシャは皆さんよく知ってると思うんですけども、はい、ギリシャの北側に接している国で、はい、元ユーゴスラビア、うんうん、そこから独立 で、うん、で、まあ、歴史も浅くて1990年っていうことなんですよね。最近ですよね、1990年って、ね、そう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 。でも一番有名な人がいて、はい、はい、かの有名な、かの有名なマザー・テレサさんの出身地、はい、ノーベル平和賞を受けたマザー・テレサさんですよね、はい、本当に貧しい人、うん、困ってる人にこう、まあ、慈善活動をした、うん、カトリック教会のね、はい、修道院の、はい、修道場さんと、はい、いうことなんですけどね。それは、まあ、そういう、そうですね、有名ですよね、うん、はいはい、うん、北マケドニア共和国は知らなくても、うん、マザーテレサさんを知らない人はいないっていうふうには言えると思うんですけども、そういう意味で、まあ、これも何かの縁なので、うん、茅ヶ崎市としてもね、マザーテレサさんをこう切り口に、まあ、いろんなこう町のこう、ね、うん、あり方っていうところをこう考えたりとか、うん、あとは対外的に発信したりとかしていくのも
いいのかなっていうふうに思いますよね。うんうん、まあ、そういう、まあ、本当に何かの縁なんだろうと思うんですけども、これは大事にしていきたいですよね。うんうん、でちょっと話をずれるんですけども、はい、貞子鶴って、はい、まあ、ご存知の方多いかなと思うけども、広島の平和記念公園の原爆の子のモデルになったと、はい、言われている貞木貞子さんで、ちっちゃい時に、原爆被爆して広島で、はい、でその後12歳でおそらく原爆の影響なんだろうと思うんですけども、うん、白血病で12歳で亡くなったと、うん、でその間闘病生活をしている中で元気になりたい、はい、元気になりたいっていう思いで鶴を本当たくさん折った、うん、で、1000羽折ったとも言われてるし、うん、2000羽折ったとも言われてるんですけども、うん、本当にね当時そんなに紙がたくさん、うんね、うん、あるわけじゃないから薬を包んでたこうペラペラペラ、ありますよね、うん、昔のそうそうそう、うん、あれをこう針とか使って折ったって本当に、うん、ぜひ茅ヶ崎にありまして市役所の1階のロビーに展示されてます。こんなちっちゃいんですよ。あ、それなんか期間限定で展示、ああもう茅ヶ崎に寄贈されたので、寄贈されてるんですか、うん、なので基本的に高級的に、展示、まあ、展示場所を変える可能性はね、うん、あるかもしれないけども今市役所の1階にのロビーに展示されてるんで、うん、ぜひ見てもらいたいなと思いますよね。 で、そういう縁もあって何かこう、うん、慈善活動をしている人とか何、うん、かこう平和を祈る人とか何、うん、かこう茅ヶ崎に関わりがあるそういったところって、まあ、大事にしていければいいなっていうふうに思いますよね。まあ、ちょうど8月って、はい、日本人がね平和についてすごく考えるそうですよ、ね、時だとは思うので、ね、はいはい、もう8月6日、うん、9日は原爆ですし、ね、15日は終戦記念日ということでね、まあ、そういうことで、まあ、今回、ホストタウン茅ヶ崎市オリンピックパラリンピックでホストタウンということで、うん、北マケドニア共和国になりましたっていうところもこれからどん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 ね、いろんなことをね、はい、知っていければいいなっていうふうに思いますし、そこの本当に、シンボル的な存在がマザー・テレサさんっていうところ、うん、でまた話は変わるけども、うん、何かこう根底に共通したな不思議な縁があるような気がしてね、うん、その貞子さんの鶴が茅ヶ崎に寄贈されているなんていうこともね、うん、そんなことを考える8月でありました、うん、はいはい、なので、まあ、じゃあこれからどんな風に ね、 ね、はいはい、これからいろんな授業があるんだろうと思うので楽しみにしていきたいですね、多分市民の方もねボランティアとして何か参加するっていう機会もあるでしょうし、はい、はい、そんなことも市にどんどんこういうアイデアをね提案ね、うん、するのもいいと思いますね、はい、とテレジさんが言ってますので、はい、ぜひ市役所の方に提案あれば、はい、してみてはメール電話 OK です、はい、ということで、はい、オリパラ1年前と茅ヶ崎市ということでちょっとお話をさせていただきました。それではまた次回見てください、はい、さよなら、さよなら。